はい、皆さん、仕事以外では家でほとんど引きこもっている制作者です。前回トランクスのタイムマシンを作りました。今回は第2弾としてサイヤ人の宇宙船ポッドを制作します。平成30年5月11日に購入し、約4ヶ月放置です。この製品は平成28年10月に発売され、すでに他のユーザーがアップしていて話題性はありませんが、マイペースで参ります。話ちょっとそれますが、タイムマシン付属のセルの抜け殻の目の塗装で、他のユーザーはほとんど塗装していないことが判明。確かに、めんどくさいですからね。目だけに、めんどくさい。パッケージの様子です。大きさは幅 39×31×11cm。側面には、主な特徴となる機能が表示してあります。どんなパーツが入っているか、蓋を開けます。今回もシール付属ですね。一つのランナーに多彩なカラーの F パーツ、ベジータパーツ、G2、H1、I パーツ、ポッド本体 A1、A2 パーツ。再びベジータ G1、H2 パーツ。ポッド B1、B2 パーツ。同じくポッド C、D パーツ。最後はポッド E パーツにベジータ I2 パーツ。そして、トリセツです。このような内容です。トリセツを見たら、ベジータの制作とポッドの制作で2つに分かれています。ベジータの制作は6、ポッドは10、合計16、タイムマシンのように1工程で1つの動画で制作予定です。なので、16プラス1プラス1で18作ろうかと思います。分割すると別の関連動画に入りやすい。すでに承知ですが、塗装なしでも組み立ては可能です。塗装するとよりリアルですが、メーカーで指定の色は記載なし。で、今回登場する人はベジータ。今度も無理かもしれない。